よいしょー。月曜日終わったよ。お疲れ様です。月曜日終わりました。寒い月曜日です。昨日ね、50キロ走ったんで、もっと腹減るかなと思ったけど、そんな腹減らなくて、いつも通り、になりました。今日はね、もつにこれ味しみ豆腐で、これからたまに出てくるメンチカツ揚げ物、なんでかって言って昼間食ってないんですね、私。ですので夜ね、大好きなね揚げ物を食べようかということでね、はい、今日飲みましょうね。よいしょ。あー、腹減った。すげー腹減ってる。よし、よいしょ。すっげー腹減ってる。今日ね、昼間はちいちゃいカップスープとサラダと、あとなんだっけ、パン1個。ダメだ、全然腹減るから。本当に。じゃあ、もつ煮食べましょうね。大好きなもつ煮ね、これ。よいしょ。いただきますね。うん。月曜日うめえ。また月曜日の酒って格別だよね。頑張ってきたからね、この月曜日っていう流れをね。うんうん、いつも通り月曜日は苦しくて美味しい。月曜日うまい。なんか今日もすげえ腹減ってる。よし、じゃあ2回飲みましょう。よし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 。よいしょ。うんね。あとさ、もう久々渋谷行ったの。走って通過するんじゃなく駅を使う。なんか目が回りそうなした俺せめたら。人の多さで。うん。いつも遊び行ってる上野って混雑してるんだけど、そこまで混雑してるようには見えないのよ。混雑はしてるんだよ。うん、してるはしてるんだけど、なんかね、渋谷の街のような、なんかこうな、うおーみたいな感じがないから、人がいっぱいいてもなんかそこまでじゃないんだけど、アメ横とかも。渋谷はすごいね、やっぱり。久々行ったけど、あのさ、俺がどんだけ貧乏くせえクソ野郎なのかって教えてあげようか。あのさ今はさ、お風呂狭いから入んないんだけど、前のお家は結構広い湯船で、あのお風呂も使ってたんだけど、一人でお風呂入るってもったいないじゃん。で、もったいないじゃんっていうのも変なんだけど、なんか
家族がいるんだったらみんなで入ればいいけど、一人でさ、なんかお水をタプタプにして入ってなんかザバーンってやるのがすっごいよ、贅沢に感じるのよ。すなんかもうね、ダメなんだろう、貧乏が染みついちゃってるクソ野郎っていうか、もうダメなんだよそれ。だから俺さもう絶対俺ね、もうそんなこと言ったらね、お前終わってるよって思われるかもしれないけど、あの夏とかは湯船にちょっとお湯がこんぐらい溜まってくるじゃん、こんぐらいこんぐらいいっぱいならないのにこんぐらい溜まるじゃん。そこにこう座ってんの、ポツンって湯船の中でこうやってスマホやりながらこうやってだん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 こう上になってくるじゃんだ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 んこうゆっくりゆっくりこうなってくるじゃん。これを楽しんでいるっていうか、これで半身浴もできるじゃん。うん、それで早くこう楽しむっていうか、うん、せっかちなのかな、せっかちじゃないんだけど、なんかねこうちょっと貧乏くさいとかあるんだよそういうの。うん、なんかダメなんだよね。うん、だからあんまりね、どういうのなんか気になってしょうがないこともあるしさ、みんなさこうさ職場とか行くとき家のさ、まあ、ご家族といらっしゃる人はね見てくれるかもしれないけどさ、家出た後さ、あれ電気消したっけとかさ、あれちゃんとガスピッて押してきたかなとか、綺麗に押してきたかなとかさ、ストーブつけっぱなしとかさ思わない、なんかあれ考えんない、なんかもう結構あるんだよそれ。いや大丈夫大丈夫と思ってんだけど、やばいよ本当に。うん、戻ってくるもん俺。指差し確認するといいんだけどね、ちゃんと指差し確認するようにしている。うん、メンチカツいっちゃおう。うまそこ超でかい。うん、うめ、そんなたくさん走れるんですか。うん、これはね慣れ、うん、慣れです。早くありません、遅いです。だから走れんのかな。うん、うん、いつまともに飯食ってんの、そういえば最近。揚げ物うめえ、マジで毎日夜揚げ物食う俺これから。もうすずるくんじゃなくてもう揚げ物くんにしよう。もう俺はもう揚げ物くんにする。パンヘイくんじゃない、もう揚げ物くん。もうダメだ、もう揚げ物超うまいよ。我慢できねえこれ衝動が。毎日食うから夜。大丈夫だから、うん、うん。足りねえ。
もっと揚げ物買ってくれよかった。全然足んねえ。ああ、禁断症状出てる。禁断症状が来た。久々。ああ、揚げ物食いて、ご飯食いて、すげえ。ああ、つれえ。ああ、もうなんか、七チキでもいいから買ってこようかな、もう今。なんかすげえご飯、ダメだ、このね、あのメンチカツ、うまいメンチカツ食った時のこの衝動っていうのは何だろう。中毒者だよ、これ。中毒者。中毒者だよ、これ。やばいよ。すげえご飯食いたい。あと、なんだろうな、もう一個揚げ物食いたいんだよ、なんか、唐揚げとか。いつも俺、昼間さ、ほら、俺の、唐揚げ中毒を、揚げ物中毒を、メンチカツ1個と唐揚げ3つで抑えてたじゃん。それやめたじゃん。今、禁断症状来てるから、ちょっと食うと、ブワーって食いたくなるよ。ブワーって。唐揚げ食いてーって。やばい。すっげー飯食いたいよ、今。俺。ああ。唐揚げ弁当食いたいもん。すっげえ禁断症状来る。もうこれ我慢しないとダメだ。この禁断症状を我慢してからの朝飯だから。すっげえ禁断症状今苦しいんだけど今。うん。足りないもん全然こんなんじゃ。むぐーって。唐揚げ、やっぱメンチカツと唐揚げ買ってもよかったんだね、唐揚げを。そしたらそれやりだしたら毎日メンチカツと唐揚げ食ってるかもしれないよ。毎日揚げ物って言ったらって変わりないじゃん。揚げ物って言ったらメンチカツかトンカツか唐揚げか天ぷら類じゃん。あとエビフライ、あとカキフライぐらいだもんじゃん。アジフライ、アジフライと。それでぐるぐる回ってる感じになっちゃうよね。すっげえ飯食いて、もう禁断症状来てる今、すげえ。すげえ腹減ってる。うん。これ3日間が勝負なんで、禁煙の時もそうなんだよ。うん。あの、揚げ物中毒だから、俺は中毒だったから、今日からもうやめたから、昼間の揚げ物。そうすると中毒症状来てるから。禁断症状が。で、夜にパッて食ったら、うわーって。あー、唐揚げ食いてえよーって。唐揚げ食わせろーって。唐揚げ食わせろーってなるから、それを抑えるのに大変なんだよ、本当に。中毒者だからさ。マジで。超うまいもん。頑張るよ。ほんと、中毒者脱出しないと、唐揚げ中毒から、揚げ物中毒から、ね、昼間はね、夜はいいんだけど。味噌汁の上落ち着くからね、これ。本当に。ということで皆さん、今日は禁断症状の、揚げ物禁断症状の集大を晒してしまいました。ということで、また今日頑張ってね、明日朝のご飯を楽しみに、寝て、で、一生懸命食べて、走って、頑張っていきたいと思います。じゃあまた、今日はこの辺りで。じゃあね。